おそらくなんですけども、ちらほらと FF7 リバースクリアしたよっていう方も増えてきてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、というわけで、まあ今日も FF7 リバースの話をするんですが、まあ何の話をするかっていうと、秘宝です。皆さんがこの FF7 リバースのさらなる結末を知るのは4年後ですっていう、そういう話を、今日はしていこうかなというふうに思います。まあ4年後って、言ってもですね、単純に4年後ではないよっていう、まあそういうね、ちょっと悲報になってしまうんですが、まあこれ正直現実なのかなっていうふうに思うんで、まあ本当に理想を言えばね、理想を言えばスクエニは一刻も早く次回作をね、発売してほしいなと思うんですよ。この2年以内ぐらいに発売してほしいなと思うんですけども、まあやっぱリバースレベルのゲームを期待すると2年では厳しいのかなっていうのが正直なところですよね。はい、まあそんな感じで今回は、そういう FF7 リバースの、まあ、次回作にまつわる話をちょっとしていこうかなというふうに思っております。見てってください。はい、というわけで、先ほども僕話したんですけども、次回作発売するの約4年後ですよっていう話をしました。まあ要するに2028年とか、まあ遅くなると2029年とか、まあそういう感じのね、タイミングで発売するんじゃないかなというふうに思います。で、まあこの4年後っていう数字なんですけども、じゃあどっから来たのかっていうところですよね。はい、まあこれ、順を追って説明しようと思うんですけども、2020年の4月にファイナルファンタジー7リメイクが発売しました。で、今回ですよね、2024年の3月に FF7 リバースが発売しました。で、まあ、こうなると予想なんですけども、まあ、2028年にこの FF7 リバースの続編が、まあ、3作品目が発売するっていうペースで来るんじゃないかなと思うんですよ。まあ、要するにリメイクとリバースの間に4年ね、間があったので、まあおそらく4年待つことになるのかなっていう心構えはしているんですけども、まあそのシンプルにじゃあ4年待てば遊べるのかっていうと、まあそうでもないっていうところがこれ現実なんですよ。今ね、僕この FF7 リメイクから始まる一連の流れっていうのをね、まあちょっと順を追って説明したんですが、ここに実は見えていないというか入っていない時系列があるんですよ。はい、こちらです。そうなんですよ。プレステーションの発売っていうところが噛み合ってくるんですよね。はい、これ見ていきましょう。2013年にプレステーション4が発売しました。で、その後の7年後ですよね、FF7 リメイク2020年に発売しています。で、プレステーション5の方が2020年に発売しました。2024年に FF7 リバースが発売します。で、こっからこのね、ペースでいくとですよ、このペースでいくと PS6 の発売がおそらく2027年ぐらいに、入ってくるのかなというペースですよね。で、2028年にリバースの続編が発売と、まあ本当にここまでのペースで見るとこういう感じのスケジュール感で発売してくるのかなというのが正直なところですよね。まあそうですね、プレステーション4からプレステーション5がだいたい約7年っていうね、月日をかけて発売に至ってます。で、プレステーション5が発売したのが2020年なんで、まあそうですね、7年経つと2027年、そうなんですよ、リバースよりも前のタイミングに PS6 が発売する可能性、これめちゃくちゃあるんですよね。つまりどういうことかっていうと、これ FF7 リバースの続編 PS6 で発売することになるっていう可能性はもう本当に十二分に考えられるんですよね。はい、どうでしょうか。この事実、皆さんね、もちろん PS5 の方でね、このまま引き続きリバースの続編遊べるかなと、思ってる方がほとんどなんじゃないかなと思うんですが、この大きい目線で広く見た時に、スケジュール感的にはこんな感じに、まあなっても全然おかしくないというか、その可能性はかなり高いんじゃないかなというふうに思います。はい、いやいや、ちょっと待てよと、どういうことなんだっつう話ですよね。はい、 PS4 でリメイクができて、 PS5 でリバースができて、 PS6 でその続編ができるっていう、1世代に1本しか出ないんですかっていうね、そういうペースなんですよ。
いやちょっとね、僕もこのスケジュール感を自分で計算してこう振り返った時に、いやマジかと思って、そんなかっていうね、まあ時間の流れって早いんだなっていう風に思ったと同時に、実はですよ、実は今プレイステーション5ってもうライフサイクル的に後半戦なんですよ。もう発売してから4年ぐらい経っているんですよね。っていうところで見ると、実はもうね後半戦に入ってるんですよね。なんかそのいつまで経っても次世代機っていうワードを使ってしまうんですけども、もう次世代機どころの騒ぎではなくて、あのもう後半戦入ってるんですよね。まあでも一方でまだまだねプレイステーション4っていうところもまあ一般的というか全然こう使われているっていう現状もあると思っていて、まあちょっとこの後のペースっていうのがどういう風になってくるのかは全然わかんないんですけども、ただやっぱねあのプレイステーション6の噂とかっていうのはもうちらほら出始めているレベルなんですよ。まあそんな感じでプレイステーション6FF7 リバースの続編が発売するんじゃないかなっていう僕の予想なんですけども、まあさすがにあるとしても縦マルチにはなるんじゃないかなと思うんですよね。プレイステーション5とプレイステーション6で同時発売っていうあの形になるのかなと思ったんですけども、ここもね若干不安要素があって、あの皆さん覚えてますかね、あのプレイステーション4の方で FF7 リメイクが発売された後にインターグレードっていうあのユフィ編が入っている拡張パッケージみたいなやつがね、追加で発売されたんですよね。有料の拡張 DLC みたいなやつが発売されたんですけども、それがね実は PS5 独占だったんですよ。はい、あのリメイクの方は PS4 と PS5 で縦マルチで両方とも発売したんですけども、その FF7 リメイクの DLC っていうのは PS5 オンリーだったんですよね。まあ、そんな感じで割と見切るのはこれ早いんですよ。思ったよりもサクッとは見切ったなっていう風に思ってしまったんで、まあ、もしかするとこのフットワークで見切るとなんかその PS5 を早々に見切って PS6 の方で FF7 リバースの続編が発売するっていうのも、まあ、可能性としては全然あるし、どちらにしてもその続編の DLC に当たるような拡張パッケージに関しては、まあ、PS6 独占でやってくるんじゃねえのかなという風にはタイミング的には本当に思いますよね。まあでもここまで話しといてなんなんですけども、どうなんですかね、プレイステーション6ってどうなってしまうのかなっていうのは本当に疑問ですよね。現状のあの PS5 とかでも映像に関してはもうなんか言うことがないレベルで、まあすごい綺麗っていうところがもう前提にあると思うんですけども、じゃこっからさらにハードを一新して描けるグラフィックだったり表現っていうのはもうどうなってしまうのかなっていうのは全くわからないんですよ。僕も本当に未知数だし、まあ現状のものよりも綺麗なグラフィックっていうのをもう想像がつかないレベルまであの来てしまっているので、まあそのゲームの発展っていう意味でももう結構頭打ちになってしまってんのかなみたいな感じにも思うんですよね。ただもし今の PS5 以上のあの、まあ、性能だったりグラフィックっていうのを堪能できるのであれば、あのやっぱりもし縦マルチとかで発売してもね、あの次回作のリバースの次回作が発売してもやっぱり最新の機種で遊びたいなとは思いますよね。やっぱり今回の FF7 リバースをやっていてもすごく思ったんですけども、あの本当に綺麗なんですよ。映像めちゃくちゃ綺麗だったし、あのやっぱあの映像っていうのはプレイステーション4の方では絶対実現できなかったと思うんで、まあ、そういった意味で今回リバースが、まあ、PS5 独占になってしまったっていうのも、まあ、それはもう本当しょうがないなっていうふうに思ったんですよね。これぐらいの表現をあの目標に掲げてしっかり作ったんであれば、それはもう PS4 を、まあ、見切るしかなかったのは本当にしょうがない話なのかなというふうに思ったレベルで本当にすごかったんで、まあ、その上を行くのであればね、ぜひそれは堪能してみたいなっていうふうに思うのがこのゲーマーとしての差がなんですけども、まあただ僕も現状では全然ちょっと考えられないですね。あの映像の凄さっていうところがこれ以上行くとどうなるのかっていうのはもう本当に全然わかんない。ただまあちょっと可能性としてあるのかなというふうに思うのが、あの今の FF7 リバースもそうだったと思うんですけども、あの設定の方で 60fps のパフォーマンスモードか、まあ、グラフィック優先映像優先の 4K モードかみたいなところを選択できるね、あの設定項目があると思うんですよ。どちらにしてもこれってトレードオフなんですよね。映像モードにしてしまうとフレームレートが 30fps になってしまうし、逆にパフォーマンスモードにすると映像のクオリティっていうのはちょっとだけ落ちるんだけれども 60fps になってすごいね、まあ、ヌルヌル動きますよっていうのが、まあ、ここのトレードオフになってるんですけども、ここがまあ両立されてくればまたまあ一つ違う世界になってくるのかなと
って僕は思うんですよ。ただまあそれだけだとしたら PS6 ちょっとまあ押しが弱いなって感じですよね。まあなんならそのね、あのパフォーマンスモードとグラフィックモードの両立っていうところで言うと、あの PS5 Pro みたいなところがやってほしいなというふうに思うんだけど、まあ同じ話になってしまいますが、PlayStation 6で描く美麗なグラフィックっていうのは、まあ、一体どの程度のものなのかっていうのはね、本当にちょっとわかんないですよね。はい、まあそんな感じでですね、まあどちらにしても、まあこっから4年我々はリバースの続編を待たなくてはいけないんですちょっと途方もないっすよねこれね。まあリメイクからリバースに関してはちょっと話の展開的にさ、まあ待てはしたと思うんすよ。まあその話が広がるっていう意味で、まあちょっとまだまだその序盤を描いただけだったから、まあ待てるかなっていう感じはしたんだけど、今のこのリバースから続編っていうのがマジで話の根幹部分でその一番盛り上がってくるタイミングでお預けにされてしまったっていう状況で終わったんだよね。こっから4年いけるかなと思って、まあ、ちょっと不安に思ってしまいましたねマジで。まあ、あと僕がちょっと懸念してるのが開発費っていうポイントで落ちなければいいなというふうには僕はちょっと思いましたね。まあ、FF7 リメイクってめちゃくちゃ売れたんですよ。めちゃくちゃ売れたんだけど、今回のリバースに関してはちょっとまあそこから3分の1ぐらいの数字になってしまっているんだよね。だからまあ次回作に関してもおそらく今のねこのリバースの売り上げよりも下がってくるのかなっていうふうにちょっと思ってしまうんだけど、だからまあその次回作にかけれる予算っていう話で言うとなんかこう下がってしまうんじゃないかなみたいな懸念もあって、まあそんな感じでね、ちゃんとこのリバースのクオリティを引き継いだ続編がまあスクエニから出てきてくれるのかなっていう不安だったり、マジで俺あと4年待つのかっていう不安だったり、まあ、結構僕最近考えてしまうんですよね。いやもう本当にこれちょっと生活的な話になっちゃうんだけど、4年ってすごい長いんですよ実際。なんかその生活がガラッと変わるレベルで4年っていう月日は長いんですよ。まあ、人によってはまあその本当にゲームができない環境になってしまう方もいると思うし、なんかその家庭を持って時間っていう意味でゲーム遊ぶ時間が取れないよとか、なんかそういういろんな環境が変わるレベルの月日なんで、さすがにこの3作ね発売して累計で10年スパンで完結させるっていうのはちょっとさすがに長すぎだなっていうふうには僕はちょっと思ってしまいましたね。はい、というわけでですね、まあもちろんやっぱりその早く出してほしいですけども、まあクオリティに妥協はしてほしくないし、そういった意味で我々消費者はすごくわがままなんですけども、まあやっぱりちょっともうちょい早めてほしいなと思いますし、まあせめてこの PS5 内で収めてほしいなと思いますよね。PS6 で発売とか言われても、まあ、ちょっとやっぱりついていけない人も多いんじゃないかなと思うし、まあ先日僕もねこちらの動画を投稿してコメント欄にすごくね皆さんの反響をもらったんですけども、そんな中でやっぱりあの PS5 すらも結構もう買うのが億劫っていうコメントしてる方もたくさんいて、まあそんな中結構やっぱ PS6 ってもう世代飛ぶんで大丈夫かなっていうふうに思うんでね、まあぜひこの PS5 で発売してほしいなっていうのがまあ僕の希望と、あとはまあさっきも言ったんですけども PS5 もうすでに後半戦に突入してるぞっていうね、まあそんな話を今回皆さんにお伝えしたいなというふうに思ったところです。はい、というわけでちょっと長くなってしまったんですが、ぜひ皆さんの意見もお聞かせくださいという感じで今回これで終わります。この動画良かったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまおすすめや検索から来たそこのあなた、そんな中でもまだチャンネル登録やグッドボタンを押してませんよという方いらっしゃると思います。ぜひね、あの下にあるんで押してから帰っていってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。